ワシントン時事、岸田文雄首相は11日の米議会演説でジョークを繰り出し、議場内の笑いを誘った。冒頭、聴衆から歓迎の拍手に包まれると、日本の国会では、これほど素敵な拍手を受けることは、まずないと断言。自民党裏金問題などで、厳しい追及を受ける日本の国会との違いをネタにした。 面白かったアニメが原始時代の家族を描いたフリントストーンだったと明かした今でも懐かしく感じるただ登場人物のセリフ、ヤバダバドゥの意味を日本語分けすることはできなかったと話すと再び大きな笑いが起きた以下はネットユーザーの反応をまとめたものです素敵な拍手ないという発言これは岸田総理が日本の国政に対して 自分が何をしかその自覚が全くくないいから出てくる発言だと思います。先日は岸田首相が息子を再度秘書にしていたと報じられたばかりですし政治資金問題では何だ抜本的対応を見せず増税メガネというニックネームをつけられたら慌てて少額の限定的減税を打ち出しその後は月500円オーバーの負担増を打ち出す。 その結果が下がり続ける支持率です。素敵な拍手ない、これは岸田総理の底知れぬ恐ろしさを感じさせる言葉です。無自覚総理に国民生活を向上させることは今後も不可能と断言できます。この異次元の違和感はどこから来るものだろうか。日本では言えない状況である。との、それも含めたジョークであってもらいたいものだが、帰国したら、 裏金問題をはじめ問題は山積していますよ片付け途中で渡米してしまったのですからそのジョークはむちゃくちゃになっている日本で聞けば嫌みに聞こえてきますね中国の侵略が食い止められているのは安倍さんが提唱した自由で開かれたインド太平洋構想によるところが大きい在日米軍引かれたら日本は住んでしまうから アメリカをつなぎ止める上で非常に重要な演説だったと思う。中国はもちろん竹島の不法選挙を続ける韓国にもプレッシャーになるでしょう。ただトランプが再選したらどう転ぶかわからないからまだまだ全く油断できない。日本もアメリカに安保を丸投げできる時代は終わった。具体的に言えば国民は防衛費を捻出するための増税を受け入れないといけない。 口だけは勇ましいことを言い、いざ自分が義務を果たす段階になると結局何もしようとしない、国民性も変えていかないといけない。日本の国会で岸田首相がジョークを言えるなんて誰も思っていない。本人が一番知っているはずだ。岸田首相はアメリカ議会に対し、日本が東アジアで中国の盾になることを約束した。それを民主、共和の 両議員が喜ばないはずはない有事における日米のシームレスな統括的統合司令体制が日米共同の戦闘態勢が整うことを意味し中国も黙っていないだろう日米安保非欧米の軍事同盟が強化されたことで一層東アジアの緊張の高まりが懸念される日米安保が日本を守ると信じたいが 米軍の不空母日本が戦争に引き込まれる装置が着々と作動を開始しているのではないか裏金に関わった前議員の辞職とか内閣総辞職とか子ども支援金の廃止とか社会保険料負担増の廃止とか森林環境税の撤廃とか統一教会に関わった前議員の辞職とか大阪万博への是正の勧告とか 不要控除の130万上限の見直しとか外国支援と比べて不公平と言われない程度の災害復興支援とか政治資金規正法の見直しとか国会議員への定年制の導入とか議員定数削減とか韓国の訴訟への適切な対応とか中国の土地買い漁さりへの対策とか NTT 売却阻止とか国内インフラの保護とか そういった政策の一つでもやり遂げればあなたも国内で素敵な拍手をもらうことができるのではないですか。私は今まで投票権を持って以来とりあえずと自民党政権に投票してきた。それはかつて民主党が政権を取った際とんでもないことのオンパレードだったからだ。特にあまり知られていないが 人口透析の自己負担比率の上げたことによって、うちの父の体調がどんどん悪くなってしまった。政治が自分の身近に関係しているとその時実感し、クソみたいな政党が政権持ってはいけないと思ったからだ。今、とうとう思考停止している場合ではない。仕事ができない連中は選挙で落とされると自覚させないといけない。かつて、 ここまでセンスのない政治家がいいただろうか。そりゃ裏で悪いことしてる、政治家は過去も今もたくさんいたが政治家としての実力は別物として納得できる部分は皆あったよところが岸田さんは何をやらせてもセンスがないこの人の言動に喜ぶのはマスコミと野党だけでしょ日本の国会で素敵な拍手を受けることはないってそりゃ当たり前でしょう。 政治と金の大スキャンダル語はもちろんそれ以前から国民を欺いているかのごときわけのわからないごまかしトークで耳に優しい言葉で結局は負担増の政策だったりと全く信頼に値しない人物像が浮き彫りになっていた国会議員も国民も大半の人は呆れ返ってるのに高眼無知のような対応を繰り返すばかりそこへ来て アメリカにて、このののようなその場受けのスピーチをする、どこまでも日本の空気を読めない人こんなのがこの国の舵取りをしているうちは絶対に日本は良くならないまあ拍手している人たちは外交ベタで武器や農産物を買ってくれるかもなんだからそりゃ拍手もするだろう日本人からしたら増税しか言わなくて。 裏金の道義的責任も取らない首相に拍手する理由がないまず自分が財務省じゃなくて国民に寄り添った政策から始めて拍手される首相にならないと大した成果もないくせに大々的に成果を誇張するのがこれまでの相場だからこれといって特に注目すべきことではないそんなことより訪米のために急いで。 結論ありきで、恣意的に邪魔者を排除する処分を行い自分だけは何もお咎めなしだったことの方が、はるかに大問題だ。どうせバイデンには巨額の資金援助を言われたことだろうから、岸田が帰国して待っているのは増税だ。今回の訪米が岸田の卒業旅行であったことを祈る。まずは、少子化対策の健康保険料に追せる増税に対して、 アメリカで遊ぶよりり国民にしっっかり説明すべきだったアメリカはもう散々やられてきたじゃないか喝采が欲しくば自身の政治生命い,いや命を懸けて日本国民のために尽力するそれが香木の名がたる内閣総理大臣の使命だろうこの人には本当の意味合いで何もないことを改めて認識させただけの演説だと思います そもそも土台の文化が違うのに同じことを求める意味がわからないこの人に何かを求めるとそれ以上の何かを失うという結果が残されるだけです今ここで何とかしなければ今更どうにもならない失われた30年よりもひどい時代がやってくるのではないのでしょうか国会での答弁や記者会見が濃くすぎるので日本の国会議員は 基本的にスピーチがが下手だだと思われがちだけれちけど、実は講演会等でのスピーチはみんな意外とうまい。というのも日本の政治家は結局象無象の国民すべてでなく自分に確実に票を確保してくれる身近なそしてある程度の権力を持つ支持者たちが最も重要であり彼らに心証をよくしようその心をつかもうと必死になって いわゆる宴会芸のようなうまいスピーチを練りに練って行うからちなみにこの時その場での受けを狙いすぎて失言が飛び出て墓穴を掘るケースもよくあるこの米国での一連のスピーチもまあ原稿を書いたのは明らかにライターだろうけどそういう種類のものなんだろうと思う米国議会の皆さんは岸田さんが真に媚びを売る必要があると感じさせる人たちなんだろう 私たち国民とは違って。そして帰ってきたら、私たちはまたくそも面白くない誠実でもない、答弁を聞かされ続けるのだろう。